明原の方のパンチのスピードというのはどうですか、1ラウンドから見て。いや、驚いてませんよ。そうですか、はい。マラゼキンセン、左のアッパーだ、左のボディアッパー。そこで、そこで、そこで、そこ、あれ、外の右フック、ゴールですよ、ジョッピーの。ちょっと下がりました、ちょっと後退してくる。これは右のボディだ、右のフック、顔面に乗っていく、チャレンジャー。あのパンチでね、結構倒してますからね、ジョッピーは、はい、ショートの右フック怖い、はい、打つなら左を上げながら打たれる、あーっと右のアッパーは空振り、右に集まった、3発、左、左髪でワンツー、これ止めた、おない、ジョン・コイルレフリーが止めました、試合終了、ウィリアム・ジョッピーがタイトル獲得、9ラウンド TKO 勝ちであります。ちょっと早かったですけどね。初防衛に失敗。